うわ、なんで、嘘でしょ。あ、本編は解決、完結してただけ。いいえ。あ、シーリーさん。ねえ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 、絶対死んでないって、絶対死んでないって。やったよ。絶対死んでないって。倒したよ。倒してないって、まだちゃんと。みんな呼吸確認した？お前ら。本当に子供みたいね。あ、セシリア様。あ、このまま全部フラグ、全部フラグ。少しだけでいいから。ねえねえねえ、絶対さ、背中とかからぐっさり。あ、違うか。お疲れ様。ねえねえねえ、ミサイルはまだ飛んできてるんじゃねえのか。そんな安らかな顔せていいんか。そっから逃げた方がよくないか。どうしてここに？テレサ？遅かったね。第二律者なら私とセシリア様で一緒に倒したよ。ちゃんと息ので確認した？何を言っているの、キアラ。ここには誰もいないわよ。またまたバカなこと言わないでよ。私の隣にセシリア様がいるじゃん。幻、幻、幻。どうやって潜り込んだの？早く一緒に帰るわよ。そっち、ここにあるのは、離して。我々の任務が邪魔されないために一時的に退いていただきましょう、学園長。キアナさん、セシリアならここにはいません。キアナさん、この声は委員長。ここはどこ？え、どういうこと？ママはどこにいるの？戻ってきた。最初からこのデータ空間には仮想環境も AI もいません。あー、かっこよー。いつも見てるさ、白の衣装とまた違う良さがあるな。ふか言ってるのよ。違う、嘘よ。ママはずっと私のそばにいたよ。私たち一緒に第二列車を通したよ。私ママを守ったよ。ママを返してよ。全てはあなたの幻想にすぎません。このデータ空間に入った時からあなたはずっとそこに立っていました。律者の悪だくみ、時間も経ってないんだ。あなたを自分の夢の中に溺れさせたのです。あなたが見聞きし体験した全ては偽物なのです。そうだね、そうだね。あなたが探し求め、そうだ、ね、全力で守ったセシリアも、シーリンがあなたの切なる願いで作り出した幻影に過ぎません。違う、ありえない。そんなの本当のことじゃない。ママはここにいるはずだよ。絶対にママを見つけるんだから。そうだ、あの魔法の呪文がある。リヒリベリヒ、リヒリベリヒ、リヒリベリヒ。あ、待って、耳、目黄色に乗ってる。それダメなやつじゃない？呪文を取れ。や、病んでる、病んでる、病んでる、やめよう、やめよう。強烈な崩壊エネルギー反応を感知。ダイエリクション？今回はあなたの思い通りに世界は変わりませんよ。待って、なんで夢から目覚める時が来ました。戦闘体制になってんだ。第二律者？あれ、代理キアナ第二律者説ある？待って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 、へっ、待って、委員長怖えんだが。GG ありがとう。フカさんが目標を捉えました。捉えられて、捉えられてるんだけど。テレサは僕の可愛い孫娘だ。見逃してあげよう。僕はその子に興味があるんだ。早く本部に連れてきてくれ。あの時のオットーは了解。こっちの世界でのオットーだったんだ。アイちゃん、少佐に直ちに出撃の準備をするように伝えて。出撃？目的地は天命本部よ。待って、それとブローニャをハイペリオンに移して。待って、完全に敵、すぐに敵認識されてない？始めてちょうだい。もう時間がないわ。敵認識されてる。ブローニャを…キアナ、必ず助けに行くわ。あれでも、あれでも一応助けに行くわとしてくれてはいるんだ。はい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 、もう、はいはい、分かっちゃったかも。このね、第二律者の能力がここで覚醒してしまって敵認識された。で、ブローニャももう今 ICU に入ってるけど、すぐさま戦力として借り出すためにもう治療しろと。で、まあテレサはキアナを助けるって言ってるけど、まあ多分助けるっていうのは第二列車から引き離すってことなのかな。キアナはオットーに囚われて、それをハイペリオン組が助けに行くということ。あー、なるほど。ここで、あ、見えないけど、今の描写ではあんまり分かんなかったけど、もうすでに回収はされてるんだ、キアナが。なるほどね。え、待って。え、面白すぎてサクサク進んじゃったんですけど。